第9回参議院議員通常選挙は1971年6月27日に日本で行われた国会議員の選挙である。前年に大差で総裁選4選を果たしていた佐藤栄作首相の自民党は沖縄返還交渉の取りまとめ大阪万博の成功に加え1970年安保闘争や大学紛争を乗り切るなどしており選挙戦で 大きな不安要素を抱えていたわけではなかった。直前に行われた朝日新聞の情勢調査でも議席増の見通しを伝えていた。ところが自民党は予想よりも伸び悩んだ。63議席は1956年以来の低い数字であり、得票率は決闘以来の最低水準であった。翌年の退任が決まっていた佐藤長期政権への空きが 顕在化し、捕獲白昼状況の到来を予感させる選挙結果となった。結果への不満の矛先は自民党参院執行部、ひいては参院に絶大な影響力を誇っていた、茂舟雄三議長へと向き、茂舟の議長退任、河野健造の就任へとつながっていく。河野は田中角栄と親しかったため、この参院選が 翌年の総裁選に与えた影響も少なくなかった。自由民主党日本社会党公明党民社党、日本共産党自民党社会党公明党、共産党民社党所派無所属自民党社会党、公明党共産党民社党無所属。ありがとうございます。